トルガリどうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。から逃げられると思ってたのか。これ風情が最後だ。対抗派は全員殺せ。対抗派だと？それは村人たちのことか。ご命令だ。ここのベアラードを村人ごと焼き尽くせ。やめろ。まさかこれは母上が。クライブ、分かってる。今はこいつを倒す。今だ。
宇宙まで。この人たちが一体なんでこんな目に。母上、あなたは。遅かったか。ガブ、クライブ、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴らベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ。母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちで。ガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。わかった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、丁重に弔っておきます。すまない、頼む。よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃクプカ様に取り立ててもらえる。シドのところに行ってちゃんと話をしないと。オットーたちバタバタしてた。ちょっくら休憩、休憩っと。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣、イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。フッ、それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。
そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレク公国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。陛下、手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで。お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たん。そうおっしゃいましても、条約を犯すことここで危険をして自治領を立てる必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、御賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論で。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし陛下、陛下どうかお考え直しを。今こそ塩である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。信託。しかしそれは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。事の支度を急げ。
ディオンはどうしている？大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらばすぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということはマザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か？こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな、クリスタル。誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる？各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがに分からんがね。マザークリスタルは神聖な存在。俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけばこの世界は黒の一帯に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか？もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。マザークリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。